平野翔、神宮寺雄太、岩優太、飛べ刺し対談動画で見せた先輩力に感動。平野翔、神宮寺雄太、岩優太、三者三様の先輩力がすごい。平野翔が放つ信頼感、神宮寺雄太のアドバイス、岸優太の和ませ方、飛べ刺し企画で見せた先輩としての姿。飛べのオフィシャル YouTube チャンネルにて、 所属アーティストによる対談動画、差しで仲良くなってもらっていいですかが公開されている。この企画は、トベメンバー全員が出演する、トベ番内のコーナー、仲良くなってもらっていいですかの特別編。普段はあまり接点のないグループのメンバー同士、お互いの近況や知りたいことを話す内容となっている。初回には、平野翔と大東りつが登場。 先日、デジタルハリウッド大学の CM で共演した二人だが、プライベートではまだ深い関わりはないという。やや緊張感のある空気が流れる中、芸能活動自体はどれくらいなの、と尋ねる平野に、事務所にちゃんと入ってからはまだ4年と答える大東。大後輩です、と大東が付け加えると平野は、全然、先輩だと思わなくていいんで。だって、 仲良くなってもらっていいですかって企画だから距離感近めでと場の空気を和ませ先輩としての姿を見せてくれたお互いの近況に話題が及ぶとナンバーアンダーライン愛の楽曲制作中で打ち合わせの時間やスタジオにいる時間が多いと語る平野に大東は本当アーティストと尊敬の眼差しを向けるそれを見てやればいいじゃん頑張ろうねと呼びかける平野 さらに、ステージで踊りながら何を感じてるんだろうって気になってて、と大東が質問すると、何にも考えてない音と空間に身を委ねてるって感じ、と問えた。返答を受け、何にも考えてなくて、あのキラキラと人々を感動させてるのは、やっぱり才能というか光っちゃってんな、とステージに立つ平野の姿を思い浮かべ、一人で納得する大東。その様子に、 自己満で終わるなよと突っ込みながらも、平野は、また大東にそう思ってもらえるためにも頑張るよと笑いかけ、大東も、これからもついていきます、と顔をほころばせた。共演したデジタルハリウッド大学の CM 同様、頼れる先輩と、慕う後輩の空気感が伝わってくる対談だった。第2回には、 ナンバーアンダーライン愛の神宮寺雄太と IMP の松井湊が登場。以前、松井の提案で影山拓也を交えて焼肉を食べに行ったという彼ら、松井は神宮寺に7回くらいアプローチ。松井はその日、自分のことをそうとしたの名前で呼んでほしいと神宮寺に伝えたものの、未だに松井君と呼ばれていて距離を感じていると少し不満げそれを聞いた神宮寺は、 松井君は松井君じゃん、後輩の子を呼び捨てで呼ぶの、抵抗あるんですよ。松井君のキャラだともっと抵抗ある、と言いつつも、甘え上手な松井を、犬みたい、と例え、そういう子を無下にしたくないのと先輩としての心境をとろ。しかし、でも頑張ってみるよ、そうで、とその場で名前呼びを実践し、松井も、やった、と満面の笑みを見せた。さらに、 戸ベの研修生たちに先日会ったという松井は、これまで、あんまり先輩したことがないと、後輩への接し方がわからず、どうしたらいいんですかね、と神宮寺に問いかける。悩みながらも、神宮寺は、段数じゃない。みんなに話しかけた方がいいと思う、怖がられても、果敢に行くよ、俺は、と自身の体験も踏まえてアドバイス。その背中、 追っかけますと話す松井に、頑張って、とエールを送った。後半は神宮寺の趣味を体験したいという松井の要望を受けて、一緒に買い物に行こうと約束する場面も。持ち前の人懐っこさを発揮する松井と、それを優しく受け入れる神宮寺の包容力の高さが終始見られた。最後にスタッフに今日の感想を聞かれ、楽しかったです、何より、公の場で、 そうが聞けたんで、と嬉しそうな松井に、でも後半から、俺松井くんになってた、と話す神宮寺、そう呼びが定着するにはもう少し時間がかかりそうだ。第3回には、ナンバーアンダーライン愛の岸優太と IMP の椿大河が登場。タイトルコールの噛み合わなさからも、絶妙な距離感が伝わってくる。年齢は二つ違うものの、 以前の事務所では入所日が近かった彼ら。昔とかね、よく喋ってたけど。大人になってからはあんまりないよね、なんでこんな先輩みたいになっちゃってるのか、俺もわからないという騎士の発言を受け、椿も、年上ってのもあるので、めちゃめちゃ先輩って感じですけど、プライベートでご飯行くとかはなかったですもんね、とこれまでの交流を振り返った。 グループの中でラップパートを担当することの多い椿は、強盗での騎士のラップを聞いて、普段とガラッと変わってる印象があったので、願掛けじゃないですけど、なんかやってるのかなって、とレコーディング時の様子を質問。騎士は、メンバーがブースに入ってきてくれたりして、テンション上げてもらったりとか、と裏話を語りながら、バッキー、椿は願掛け的なの、ある、と逆に問いかける。 椿は、同じパンツしか履かないとか、ライブ前に納豆ご飯を毎回食べるとか、と、仕事前のこだわりが多い様子を示した。トークを終え、これからもっと関係を深めていこうと話した岸と椿。終始緊張気味の空気が流れていたが、お互いを知ろうとする二人の優しさが垣間見えた。序盤から、気まず、と言い放ち、動画の撮れ高を不安がっていた岸に、 椿は、取れ高か、作ります、と、自身が考えてきた騎士の自己紹介ギャグを最後に披露。騎士は、ありがたいよと口にしつつも、使用するかは一旦保留に。果たして、椿の考案した自己紹介ギャグが使われる日はやってくるのだろうか。同じグループのメンバー同士で話している時とはまた違う、先輩らしく場を先導し、 後輩からの質問に真摯に答えるナンバーアンダーライン愛の3人。先輩へのリスペクトの気持ちを表現する後輩メンバーたち。こういった先輩として、後輩としての新たな一面を見ることができるのも、グループの垣根を越えた対談企画の魅力だろう。動画を通して、そうじてお互いの優しさや心遣いが感じられた。三宅健と IMP。 鈴木大賀影山拓也三人でのトークも公開されたが、他の組み合わせでの対談も見てみたいし、対談以降の三組の交流も気になるところ。飛べ版本編や SNS などで、その後のエピソードが聞けるのも楽しみにしている。